昨年の夏なんかデモなんてできないっていうか、市民の人たちがとか学生はできないとか言われたことが少しずつできるようになった。で、だから今年は選挙に行くってことを、選挙に行こうよって僕らも呼びかけてるんですけど、選挙に行くだけって、その実際投票してる瞬間のこと言ったら2秒ぐらいで終わりますからね。もう数分で終わることなんで、選挙に行こうよだけじゃダメなんじゃないかな。つまり選挙にぜひかかってほしいなと思うんです。で、それ多分ムカつくこともたくさんあるでしょう。なんでこんなやり方をしてるんだとか、なんでこんな誰もいないところで候補者が演説してるんだろうとか、いろいろ思うことはあるのかもしれないですけれど、そのなんていうか、こういろいろ思うことあっても、今までやらなかったことっていうのをもっともっとやれることはやってほしいなと。で、僕自身もやってみたいなと思うんです。人間的だと思うんですよ、そのこの世界で生きているってことで痛いってことを感じること、それ痛いって感じる時もあるじゃないですか。でも怖いのは、痛いことに痛いって思えないことの方が怖くないですか。それなんか人間的に何か欠落してません？で、なんか今なく、その政治の決定で自分たちが痛いっていうことすら勘違いじゃないのとか本当に痛いのみたいなこと言われなきゃいけないのってすごい嫌だなと思って、だから僕は人間的に痛いっていうことも全然間違ってないし、それは極めて人間的ですというか、その人間のである証拠なんだと僕は思うんです。だから痛いことに痛いって言った方がいいなんですけど、もう一つ思うのは、小沢さんがその政治家が医者であって、そのまあ、受けてる人たちは患者だっていう、 でもそれ本当に正しいのかなみたいなことも思うんです。でつまり僕ら患者みたいな、その痛いとしか言えないような存在なのかっていう。でもなんか一応格好好きの試験者であって国民試験だって言ってるわけですから、なんかその表現だけちょっと気になるんですよね。でなんか僕は2011年にボランティアとか行って、その各地で遠くいろんなとこを見てきました。でそれでやっぱ復興が早かったところっていうのは、ボランティアがたくさん来たっていうところもあるんですけど、その自衛隊とか来る前にやっぱ自分たちでなんとかコミュニティを作り直したとか、その物資が足りないってなった時に今あるものを何が使えるのかって動いたところがやっぱ早かったと。でそれはもう患者を超えてるわけですよね。痛いって言った時に医者がいなかった場合どうするのっていう話です。でそれは自分たちでできることもたくさんあるっていうことに気づいたのも震災後だったんじゃないかなと。もしくはそのもっと前で言うと阪神淡路大震災の後で NPO とかがいっぱいできたことで、もう一回そういうふうに政治のことを捉えていくと、なんか僕たちから始まって政治家が動くってこともあるんじゃないかって思うんです。でもっともっと思うのは、痛いってことだけじゃなくてこうしてほしいってことも言っていいんじゃないかなと。で実際困ってて自分たちの方が政治家の人より気づいてる時もある。で専門家とわけわか、その全然何も知らない一般ピーポーっていうよりも専門家の人も気づけないところがあって、それは自分たちにしか気づけないかもしれない。でそういう時はなんか気づいたことをもっとどんどん言ってった方がいいなと。でもしかしたらですけど、今年の選挙っていうのは今まで政党とか政治家の方が気づけなかったような動きが自分たちできるんじゃないかなと。でそれは昨年の夏デモなんて意味ないよって言った人たちが、あここまでデモって教員政権の人たちも危ないと思ったわけですよね。でそういうような選挙のやり方が自分たちもできないかなと。あれですけど、僕これずっとカバンの中持ち歩いてます。これ国会正面です。当時3万人という流れましたよね。国会の場で警察に聞いたら、警察は正式にあの時の人数を答えたことはありませんと、発表したことはありませんと警察は国会の委員会ではっきり言ったんです。誰やねん3万人って流したのって話ですよね。どこの誰が3万人ってそれを垂れ流したんやって話ですよね。でも丁寧に数えたところがあって、このぐらいで3万人ですって数えたところがあって、それが某産経新聞だったので面白かったんですけど、そのおかげで逆に言ったらこれが3万人以上だっていうのが明らかになったわけです。で人数の多い少ないが問題ではありません。なぜならさっき言った思いの人が国会に集まってくるっていう人は多分10人に1人もできないですよ。100人に1人もできないですよ。 国内全体で見たら1000人の1人も国会に来れないですよ。でもそういう人たちの思いが詰まってるから、奥田君の動きやママの会の動きがあの
大きなデモになったんだと僕は信じてるんです。